おじけづいちゃうね。いろんな言い訳考えて、それでも心はくっついているんだ。だけどやっぱりインドア派だし、外に出るにも気合がいるんですよ。日焼け NG だし、直射日光とかちょっと眩しすぎるよね。抜いてないなんて決めつけて、ほったらかしにしたいろいろ。本当はうまくできちゃうかも、そんじゃ覚悟決めて勇気を出して始めましょう。
から生徒しないんだ。空見上げれば七色の星、雲の交差点で会えないよ、すれ違い離れてもアフラグラビティ、君しか見えないんだ。寂しいのはお互い様じゃ今すぐ死んだ。前向けも願いが近い明日に向けて、悲しみさえないない近くないだけ。前向けも願いが近い明日に向けて、心から素直になること。みなさんこんにちは。私たち虹のファンタジスタです。よろしくお願いします。それでは自己紹介をします。しおりんこと川上しおりです。はーちゃんこと星野はずきです。じゅななんこと神田じゅなです。まりちーこと錦まりんです。ひなちゃんこと高崎ひなです。ふーちゃんこと佐藤ふわです。今日はこの6人で頑張ります。よろしくお願いします。はい、昨日に引き続きもっともっと盛り上げていきたいなと思いますので、画面の奥の皆さんも楽しんでいってください。それでは次の曲聴いてください。虹色フィロソフィー。恋の方程式、誰か教えてほしいよ、この気持ちの存在意義。感情の証明、叩いてたぶたぶプラトントン。わからないの、わからないの、どうして君のこと考えちゃうのかな。虹色ときめくよね、フィロソフィー。君のこと思うと胸ドキドキ。僕らですも悩んでいたみたい。花火台のハートの秘密、虹色不思議だよね、フィロソフィー。知りたいけれどすぐには聞けない。臆病なのになぜか止まれない。助けてアリストテレス。苦いのに欲しくなっちゃう恋のパラドックス、早く完成させたいよ。心のパズル、みんなはどうしてるのかな。愛情の表現、好きって何なんだろう。わからないの、わからないの、どうして君のこと考えなっちゃうのかな。虹色ときめくよね、フィロソフィー。僕らですも悩んでいたみたい。学びたいの花。
好きで好きで好きすぎる
皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。この後のトークも引き続き楽しんでいってください。それでは以上、私たち虹のファンタジスタでした。ありがとうございました。ありがとうございました。